基本例題18番、宇宙の円運動の問題です。地球の質量はラージ M でよく使います。この範囲ではラージ M は地球の質量に使います。それから、半径のラージ R も、地球の半径に使います。ラージ M とラージ R は地球の質量半径に使います。円運動ですから中心向きに X 軸、中心向きに加速度を置きます。ここでは1番に V が与えられていますから、R 分の V 次乗、地球の表面すれすれを V で運動しています。これで座標と加速度が置けました。物体が受ける力は地球に向かって中心に向かって万有引力R 次乗分の地球の質量、物体の質量。運動方程式を立てましょう。代入しましょう。質量は物体の質量。加速度はラージ R 分のスモール V 次乗。力は万有引力です。R が一つ消えて、スモール M が消えて、ゆえに V は、GM 割るラージ R のルートになります。これが一つ。周期ですね。周期は V 分の 2πR。ここの R は円周が 2πR なんですが、R は地球の半径です。これに代入しましょう。ルート入れ替えて GM 分の R かける 2πR。になります。R が2箇所にありますから1箇所に入れましょう。 2π ルート R の3乗、GM となります。2番です。高さが地表からラージ R、 地球の半径分上がった場所に物体がある場合の、円運動している周期は、先ほどの周期、地球すれすれの円運動の周期の何倍でしょうかという問題です。1番で周期は出しています。2π 同じです。ラージ G は万有引力定数変わりません。ラージ M は地球の質量も変わりません。ラージ R、ここの部分が2ラージ R になるわけですね。したがって 2π ルート 2R の3乗。割る GM になりますから、ここに8が出るわけです。は 2π ルート R3 乗割る GM のルート8倍が出るわけですね。ということは、ルート8倍ですから、2ルート2倍となります。ちなみに、この地球すれすれを回る速度のことを、第一宇宙速度と呼んでいます。ラージ R 分のラージ G ラージ M のルート、この値を第一宇宙速度と呼んでいます。